内乱の一世紀、内乱の一世紀、内乱の一世紀とは、共和制ローマ後期における、紀元前133年のティベリウスグラックスと、ローマ元老院セナトゥスの対立によるグラックスの死から、紀元前27年に、オクタヴィアヌスがアウグストゥスの称号を得て、実質的に帝政が始まるまでのおよそ100年を指す。英語などでは、共和制ローマの危機。 クライシス・オブ・ザ・ローマン・リパブリックと呼ばれる。ローマの起源は、起源前8世紀中頃に、イタリア半島を南下した、ラテン人の一派が、テベレ川のほとりに形成した、都市国家ローマである、王政ローマ。当初、エトルリア人による王政下にあったローマは、起源前509年、この異民族の王を追放して貴族による、共和政をはじめ、二名の執政官、コンスルを、指導者として、 定員300名の元老院が大きな力を持っていた共和制、ローマ。紀元前494年には、五民間、トリブヌスプレビスの制度も整えられ、平民、プレブスも政治に参加していった。都市国家ローマは、次第に力をつけ、中小独立自衛農民を基盤として編成された重層不評部隊を中核とする市民軍の軍事力によって、 イタリア半島の諸都市国家を統一、紀元前272年、さらに3回にわたる、ポエニ戦争によって、カルタゴを滅ぼし地中海に覇権を伸ばし、広大な領域を支配するようになった。しかし、共和制ローマの統治機構は、都市国家のそれから生まれたものであり、広大な領土を統治するのにふさわしいものではなかった。征服地の拡大とともにローマは、 征服地の一部を公有地としつつも、貴族にその占有を許可した。貴族は、俗州、プロインキアからの安価な穀物や、果実の流入と、奴隷労働力の流入によって没落してく農民の土地も合わせて、大農場経営、ラティフンディウムを行った。俗州では、徴税受けを依人、プブリカーニが、俗州総督と結んで国家に納める税以上の負担を、 属州民から絞り取った。一方で没落した農民は多数ローマに流入して、都市、ローマの人口は膨れ上がり、貧しい住民はしばしば飢餓に陥った。無産者となった彼らはしばしば、パンとサーカスを要求した。また、従来は土地所有農民が軍隊の中核を成すというローマ軍勢も危機に、瀕していた。重層不評に代わって、無産者や属州民の傭兵が、 軍の主力を成すに至ったのである。元老院は領土が拡大されるたびに制度改良を行って、このような諸問題に対処してきたが、元来が都市規模の国家を統治するためのシステムを踏襲してきたため、そうした改革にも限界があった。常実のように、ローマの拡大は反面では様々な歪みをもたらしたが、硬直化した。 元老院はこれに対し制度の抜本的改革ではなく軍隊を動員しての抑圧という短絡的な手段で答えた。紀元前139年にシチリア島でローマを揺るがす大反乱、第一次奴隷戦争が起こる。また、紀元前133年から紀元前130年にかけてペルガモン王国の自称王アリストニコスがローマ支配に対し乱を起こし、 奴隷や貧農に呼びかけて拡大した。これらの騒乱自体は鎮圧されたものの、ローマ共和制は明らかな行き詰まりを見せ始めていた。腐敗した共和制を改革すべく、民衆派、ポプラレスのティベリウス・グラックスが五民間として、センプロニュースのお地方、力ニュース法を実行に移して、大土地所有の制限や無産農民の土地分配を図るなど、 社会再建に向けた制度改革を推進したが、その過程で元老院と対立し、紀元前133年、志半ばにして支持者たちと共に、記号の死を遂げた。ここに、ローマ市で市民同士が血を流して争う事態となり、これよりほぼ100年間、ローマでは内乱の一世紀と呼ばれる内乱状態が続くこととなる。紀元前121年、 兄の志をつがんとした弟のガイウスグラックスも、また元老院と対立するも失脚し、自害、数千人といわれる支持者たちもまた処刑された。このグラックス兄弟の死と改革の頓挫によって、共和制ローマの混迷は、決定的なものとなった。それは、法の無力、実力時代の到来を示す出来事であったのである。紀元前2世紀の終わり、軍人出身の失政官で、 民衆派のガイウス・マリウスは上実した歪みの一つで、ある軍の弱体化と自作農の没落に対処すべく、軍政改革を行い、それまでの自作農からの徴兵制から、志願兵制に切り替えることで軍の質的向上と、失業農民の雇用確保に成功した。またマリウスは、自らの改革によって、政教差を取り戻したローマ共和国軍を率い、ゲルマニアから南下してきていた、キンブリ。 テウトニラ・ゲルマン人の軍勢に、大将、キンブリ・テウトに戦争、前113年前101年、ヌミリア王・ユグルタが、ローマ交換を買収しきたアフリカで起こった反乱、ユグルタ戦争、前111年前105年にも勝利して、ローマの国防力再建に成果を上げた。しかし、軍内部で、イタリアの同盟市民とローマ市民との待遇差が消えた、ため、長平成時代のローマ市民兵は、 義務として、軍の中核となり危険な任務を担ったが、軍政改革で、四願平成に移行して、以降は、これがなくなった。彼らは、同じローマを構成する住民として、市民権の付与を求め始めるようになり、これを既得権益が失われると考えた、元老院とローマ市民拒絶したことで、イタリア半島内の諸同盟史の大反乱を引き起こす、こととなる、同盟史戦争。 全91年八88年、同盟史戦争は、マリウスの副官であった、罰族派、オプティマテスのルキウス・コネリウスス、だが元老院の了解の下、イタリア半島内の諸都市住民の市民権付与を約束して鎮定されたが、軍を構成する兵士が市民兵から職業軍人に変わったことで、次第に元老院やローマ市よりも、直近の上司である将軍たちに、 中精神を抱くようになり、これは後に起きる内乱の要因の一つともなっていった。政治的駆け引きからマリウスは民衆派議員で非道な人物との評判であった五民間プブリウス・スルピキウスルフスと手を結んでいた。スルピキウスは敵対者からスルピキウスを上回る悪党は明日のスルピキウスに他ならないとまで言われるほど様々な悪徳を行ったという。 マリウスの子飼いであったスルピキウスは、兵士と資金を集め、スッラが再び前線へ視察へ向かった隙に3000名の兵士を率いて反乱を起こした。マリウスは、元老院を占拠すると、ポントス王ミトリラテス六世討伐、ミトリラテス戦争への指揮権を自らに譲渡する、スルピキウス法を制定させた。マリウスに従えられた、元老院はスッラに死者を送ったが、 スッダは兵士たちを説得して死者を殺害させた。マリウスはローマで罰族派議員に対する粛清を行い、腹心するピキウスを使って元老院を支配下に収めていた。追い詰められつつあったスッダはローマ進軍という暴挙に及ぶ決断を下した。スッダの元には再三にわたって禁じられているローマへの行軍と止めるよう元老院からの勧告が出された。 しかしスッラはこれに従わず、説得を行ったブルートゥスとセルウィリウスという名の法官からファスケスを奪って叩き壊し、元老院議員用のトガを剥ぎ取って、ローマに送り返している。元老院政治の一つの象徴でもあるファスケスへの部別は元老院を大いに失望させた。スッラの使者への部別は、ローマ進軍という行為への決断の証であったが、当のスッラも、 前日まで滞在を犯すかどうか悩んだ。だが枕元に自らの行為を称賛する女神が訪れる夢に励まされ攻撃を命令したという。対するマリウスは浮き足立つ民衆派の議員をまとめてローマ防衛の準備を大急ぎで進めていた。未明にローマへたどり着いたスラ軍に元老院は城門を開けてスラたちを招き入れた。彼らは スッラのすべての権限が復権されることを約束し、その代わりに陣営を設営するのみに止め、即時攻撃を取りやめることを要請した。スッラはこれを受け入れる素振りを見せたが、交渉役がエスクイリヌス城壁を通ろうとしたところで、猛然と攻撃を開始して、一挙に城門を突破した。スッラの騙し討ちに、ローマ市民は激怒して自ら武装して、スラ軍に襲いかかり、 また武器を持たぬ者は屋根瓦を兵士たちへ投げつけた。予想以上の抵抗に、軍団兵は市民兵に苦戦を強いられ、スッラは火矢を当たり構わず、家屋へ打ち込むように命令を出した。火は芝叩く間に家屋へ燃え移り、市街地は大火災に見舞われて、大勢のローマ市民が犠牲となった。その過程で民衆派と罰族派を区別する考慮はスッラには全くなかった。 攻撃時、奴隷たちに防衛軍への参加を促していたマリウスは、テルス神殿に逃れ、そこからローマ国外へと亡命した。マリウスと一族が逃げ去った後、スルピキウスは使用人によって暗殺された。スッラはマリウスに、懸賞金をかけて、ローマ全土で行方を探させた。スッダは、元老院への主導権を取り戻したが、暴挙の影響から、 元老院内には少なからぬ反スラー派が形成されていた。確実な政権受立にはまず対外戦争に決着をつけるべきと考えたスラーは同じコルネリウス一門出身で罰族派のルキウス・コルネリウス・キンナに工事を任せてミトリダテス戦争へ復帰した。紀元前86年、マリウスは七度目の失聖官となったものの直後に死去し、 新たに民衆派の指導者となったキンナは事実上の独裁性を強いた。キンナはミトリラテス六世の討伐のため、正規軍を同僚のフラックスに託して派遣。スーッターはポントス勢力と正規軍の両方に攻撃されて窮地に陥ったが、ミトリラテス六世異軍に対して二度にわたり対象した。ミトリラテス六世はスッラの同活により講和に応じ、 金ナが派遣した正規軍は、スッラの策謀によって戦わずして、スッラの軍勢に吸収された。これに、危機感を覚えた金ナは、スッラ討伐のための軍団を集めたが、その過程で、自己死した。こうしてスッラは妨害されることなく、イタリアへ上陸した。しかし、スッラによる報復を恐れた民衆派が必死になって抵抗したため、ローマへの帰還はさらに2年の歳月を要した。 マリウスと金なキアとの民衆派はその後もスッラに抵抗したもののすでにスッラの敵ではなく、紀元前81年、ローマを奪還したスッラは、終身の独裁官、ディクタトールペルペトゥアに就任。元老院の定員を600名に増員したほか、その権限を強化し、軍政の改革を断行する一方で、民衆派を大規模に粛清した。この6年にわたる内戦で、 ローマの犠牲者は数万人に及んだ。動乱の時期を経て、ローマは次第に元老院支配体制から有力な個人による統治へと性質を変化させていった。スッラの死後、ローマは紀元前73年から紀元前71年にかけて、剣道、スパルタクスの反乱が起こったが、第三次奴隷戦争、それを鎮圧したローマ一の大富豪でエクイテス。 キッシ出身のマルクス・キニウス、クラッソス、ローマ軍の重鎮で、ポントス王国の反ローマ戦争、第三次、ミトリダテス戦争を、全74年六63年を破って、ミトリダテス六世を自殺に追い込み、紀元前63年にセレウコス朝、シリアを滅ぼして、シリアとパレスチナを平定したクナエウス・ポンペイウス、そして、マリウスの義理の老いとして、 民衆派を主導していたライウス・ユリウス・カイサルが、頭していた。紀元前六十三年には、ルキウス・セルギウス・カティディナによる国家転覆計画が発覚したが、失政官、マルクス・トゥリウス・キケロは、消化との助力を得て、首謀者を死刑とする判断を下して、元老院より、祖国の父、パーテル・パトリエの称号を得ている。一方、元老院は有力者であるポンペイウス、カサル、 クラッススの活動を抑えようとしたため、紀元前60年、3人は互いに密約を結んで、国政を分担する第一回三党政治が実現した。紀元前60年には、ポンペウスとクラッススが、紀元前59年にはカイサルが失政官となり、ポンペウスはヒスパニア、クラッススはシリア、カイサルは未平定のガリアの特別軍令権を得て、それぞれを、 勢力圏とした。ポンペイウスは東方で戦った自分の兵士への土地分配を行った。クラッススはパルティアとの戦争を受け持ったが、紀元前53年のカルラへの戦いに敗れてカルラへ戦死し、その死球はオロデス二世のもとに送られた。紀元前58年から紀元前51年にかけてのガリア戦争の成功によって名声を上げたカイサルには、 ガリア統治権が委ねられた。クラッススの死後、カエサルの台頭を危険視したポンペウスは、それまで対立していた。元老院と妥協し、ポンペウスとカエサルは、完全に対立するようになった。元老院は、ポンペウスと結んでカエサルを、公的であると宣言。それに対しカエサルは、紀元前49年、ルビコン川を渡って、ローマを占領、内戦が始まった。 フルサルスの戦いを経た後、エジプトに逃れたポンペイウスは、プトレマイオス13世への側近により殺害された。ポンペイウスを追って、エジプトに着いたカエサルはクレオパトラ7世を、プトレマイオス朝の王位につけて、圧倒的な民衆の支持を背景に、ローマの権力を一手に収めると、紀元前46年に、終身独裁官とな、俗州の朝税受けを委任の廃止。 無残市民の新植民地識の建設、揺り薄れ木の制定など、急進的な政治改革を推進した。大掛かりなモニュメントが作られ、イベントも開催された。しかし、こうした大胆な改革と、先制的な独裁は、元老院を中心とする国内の共和派の反感を、い、紀元前44年、反対派の元老院議員たちによって暗殺された。 カエサルの大追いにあたり、事後を託されたガイウス・オクタウィウス・トリヌスは、カエサルの副審であったマルクス・アントニウス、カエサルの副官で最高人議官のマルクス・アエミリウス、ピドゥスの助けを借りて、反カエサル派の元老院議員を一掃した。三人は、国家再建三人委員会を、市民集会によって認定させて、正式な公職として発足させた、第二回三党政治。しかし、 紀元前42年のフィリッピの戦いなどにより、長年の政敵、キケロやカエサル暗殺の首謀者ブルトゥス、カッシウスなどの共和派の巨頭が一掃されると、アントニウスとオクタヴィアヌスの間で主導権をめぐって、対立が深まった。紀元前40年には、ブリンディ氏協定が結ばれ、ローマの勢力範囲を三分することになり、この時アントニウスは、ヘレニズム世界、オクタヴィアヌスは、 西方全域、レピドスはエジプトを除くアフリカ全域の統治を任されている。紀元前36年、シチリアで最後のカ壊サル派で、ポンペイウスの次男セクストゥス・ポンペイウスとオクタヴィアヌスとの戦い、ナウロク早期の海戦があった後、レピドスはオクタヴィアヌスの打倒を図って失敗、同年失脚した。アントニウスとオクタヴィアヌスの対立は、 再び内戦へと発展した。オクタビアヌスは、エジプトの女王クレオパトラ7世と組んだアントニウスを、紀元前31年アクティウムの海戦で打ち破り、翌紀元前30年にはアントニウスが自殺して、内乱の一世紀と呼ばれた長年にわたるローマの混乱を収集した。一方、300年続いたプトレマヨス朝、エジプトが滅亡。 ローマに併合されて、地中海世界の統一をも果たした。オクタヴィアヌスは戦争後の処理が済むと、非常時のために委ねられていた体験を国家に変換する姿勢を示したが、紀元前27年、旧国の英雄となったオクタヴィアヌスは、元老院により、アウグスース、尊厳なる者という神聖な称号を受けた。自らは、プリンケプス、第一市民を名乗ったものの、事実上は、 最初の皇帝となり、カエサルの諸改革を引き継いでいくこととなった。帝政ローマの始まりである。慎重なオクタヴィアヌスは、すでに政敵がいないにもかかわらず、一度権力を返還し、元老院によって、再び上とされるという形式をとり、インペラトルカエサルアウグストゥス、インペレットア、シーザー・オーガスタスの称号を許された。オクタヴィアヌスは、 共和制の伝統のもとに合法的な個人支配を確立したのである。ここで始まった低制ローマ前期の政治体制は、厳守制、プリンキパウスと呼ばれる。オクタヴィアヌスは内乱後の秩序の回復に努め、ローマ史を整備して、属州統治に尽力したほか、市民は戦士であるという原則を復活させた。これにより、ローマの平和という繁栄と安定の時代がもたらされるのである。 内乱の一世紀は、ポプラレス、民衆派と、オプティマテス、罰族派という対立の図式を基本として展開されてきた。ポプラレス、ポープーラレスは、民会を自らの政治基盤とし、古代ローマ社会唯一の権力集合組織であった、元老院の政治力に立ち向かおうとした勢力である。グラックス兄弟、マリウス、クラッスス、ポンペウス、カエサル、 そしてカエサル配下のオクタウィアヌス、レピルス、アントニウスがいる。ポプラレスたちの支持基盤は民会及び市民集会にあり、プレブスたちの関心を買うため、自由ではあるが貧しい市民の社会保障や雇用に力を入れ、特に無料でパンを配布するなど、給品活動を展開いることが多かった。このほか、既存勢力に敵対したポプラレスは、ローマ市民権の拡大や、 軍団の紙幣化によって自らの勢力の増強を図った。市民権の拡大は増加した新市民を自らの勢力とすることが期待でき、また紙幣化した軍団は自身の政治目的実現のための実力となり得た。ローマ市民権を持つ自由民には人気が高かったが既存勢力である元老院とは対立し、しばしば対抗権力として五民間の制度を活用した。 カエサル暗殺後は、ポプラレス同士であるオクタヴィアヌスとアントニウスの権力闘争となった。オプティマテス、アプテマッツとは、こうした、ポプラレスに対抗した人々を指した。元老院は、そのフ風と呼ばれる伝統的保守的傾向の強い、ローマの政治風土のもと強い影響力を保持していい。既得権を有したノビレスを中心に、ポプラレスへの反対者は多く、これらの人々は、 従来のローマの伝統の維持を求めた。したがって、軍の私兵家や元老院を凌駕する政治力を身につけようとする人の台頭を警戒した。スッラやキケロが代表者である。内乱の一世紀は、グラックス兄弟の改革の挫折より始まって、オクタビアヌスによる訂正開始で終わりを告げた。見方を変えれば、これは、ポプラレスによる元老院及び、 オプティマティスにする挑戦と最終的な勝利への過程と捉えることも可能である。ただし、オクタヴィアヌスの警官と周到さはこの内乱の性質と敬意をよく見定めていた。自らへの権力集中が決して君主制への逆行ではないことを行動で表し、オプティマティスに属する人々の不安と懸念を和らげる配慮を示したのである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。